皆さんこんにちは、松かなチャンネルの松本かな子です。今日も一日一曲見に来てくださりありがとうございます。今日チャレンジする一曲はじゃか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 じゃん、1997年の4月の23日に発売されましたチャラさんの14枚目のシングル、優しい気持ちにチャレンジしてみたいと思います。ねえ、こちらの曲は流行りましたね。ダブルプラチナゴールドディスク賞。そう、私が中学生の時かな、みんな歌ってたな、懐かしい。そう、スワローテイル、バタフライ、愛の歌に続いての大ヒット曲になりました。愛の歌もまだ歌ってないかな。そう、資生堂ティセラ J の CM ソングでしたねー。そう、こちらはですね、 B 面にはジュニアスイートという5枚目のね、チャラさんのアルバムのタイトルにもなっているんですけれども、はい、今日は優しい気持ちにチャレンジしてみたいと思います。それでは聴いてください、優しい気持ち。ありがとうございました。マツカナチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いします。いやー、懐かしいな。すごい、このチャラさんのね、独特の鼻にかかる声って独特ですよね。もう私を止めないでだ、離さないで、そしてもう私を止めないで、ぎゅっと私を抱きしめてもあるのね。すごく可愛い曲ですね。はい、明日も元気に松かなチャンネルで優しい気持ちを持って会いに来てください。それではまた明日、またね。